次の料理は二人するキャンプの漫画に出てくるの料理リゾットも作りたいと思います。まずはトマトジュース、これはね全部コンビニで買えるやつだからものすごく簡単。よいしょ。次はアサリ全部入れます。おお、いい感じ。次はご飯、よいしょよいしょ。チーズ美味しいね。できた。もうちょっとちっちゃった。最後はバジル。せーの、できました。こちゃん、あ、美味しそう。いいね、イタリアのリゾット、キャンプでも作ります。お、いいね。あ、美味しそう。うわ、いいっすね。では、いただきます。イタリア料理もできるね、キャンプで。忘れ場所だね。うん、おいしい。いいね。あ、リゾット大好き。うん、おいしい。あと、トロトロチーズやっぱりいいですね。すごく柔らかくしたり、あとアサリも入ってるからアサリソースとかにも入って、なんか味が優しいんだけどちゃんと味しっかりしてる。ちょっと塩もうちょっと入れてみます。うん、塩ある方がいい。おいしい。ではコーヒーも飲みたいので今コーヒーからを作ります。はい、お水を入れます。あ、ちょっと待って、一人の手で難しい。
そのぐらいでいいかな。あ、いいですね。あったかー、はーい。ちょっと減ったかも、私。これで。美味しい。コーヒーって最高ですね。これで初めてのキャンプの経験しました。結構楽しかったし、次はもっと長くにいたいなと思って、また春ぐらいまたできたらいいなと思います。で、なぜは今日はキャンプしたかったのは、実はゆるキャンからを見てずっとキャンプしてみたいなと思ってます。で、やっぱりキャラッタ可愛いし、なんか楽しそうだし、あ、日本でキャンプはこれですよね。特に日本の舞台だから、それがすごく興味が持ってて、私もちょっとキャンプしてみました。あ、すごくびっくりしちゃったあ、東京がすごい大好きなんですけど、たまにちょっと人多すぎると思うし、私の実家はね、結構田舎の方だから、こんな感じ、川もあるし、森で囲まれてるの家にずっと住みましたので、なんかまたこんな感じでちょっとホームシックっていうか、懐かしいなってな感じはしたので、またキャンプもやってみたいと思います。この動画が好きだったらぜひコメントで感想してください。あと、私は結構もう初心者なので、アドバイスとかあればぜひコメントしてください。あと、いいねボタンしてこの動画をみんなの方、自分の SNS にシェアしてください。よろしくお願いします。チャオ。